磯野くん、始めるわよ。キャドオペレーター向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルではキャドオペレーターさんに向けスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けします。お届けするのはワンオペで男の子3人を育て、21年間で2350人のキャドオペレーター技術者を指導しましたインストラクターの、今日も元気な建設の花澤さんです。どうぞよろしくお願いいたします。高単価で指名されるキャドオペレーターへの第一歩、初めてのビムシム21日チャレンジは2月の4日からスタートです。初めてのビムシム21日チャレンジですね、15名様募集のところをですね、なんと現在ですね12名様のご参加をいただいています。ありがとうございます。残り3名様、初めてのビムシム21日チャレンジへ参加証明を出してくださった方々に本当に心から感謝してございます。動画の最後にはですね、まだまだ間に合う、あと3人というところなんですが、そちらに間に合わせるっていうか、間に合っていただきたい方の申し込み方法は最後にお伝えするので、最後までご覧ください。特別編です。このような問題を解決したいようですっていうところですね。お悩みあるはこちらでしたよね。毎日が忙しいけど隙間時間を学べるのかしら、ビムシムの基礎知識を身につけたい。今回はここですね、すべて独学で学んできたため体系的に理解したいについてですね、思いたいことありませんか、お悩みを解決する、もちろん可能ですよ。はい、一つずつお悩み解決していくんですが、こちら、すべて独学で学んでいたため体系的に理解したい。はい、もちろん可能です。なぜなら私のお伝えするレビットって限定ではですね、あんまりお話ししてないんですけど、日本でレビットのメップですね、レビットメップを普及するために来日されたレビットのですね、ソフト、オートディスク社のソフトの開発者の方の考えですね、日本人の方じゃなくてインドの方だったんですけどね、の考え方と、私の古くから数えてですね、電気の設計設計の3代目の建設の花澤の手書きの図面の効率の良い書き方、ちょっとですね、図面屋さんと呼ばれる方たちが書いている手書きの図面の効率の良い書き方と CAD の書き方ですね、こちらを踏まえた、それぞれの方に作成された構造物に合わせた図面の作成方法をお伝えしているから。なのでですね、以前言われたのは、オートディスクのですね、レビットの教えるインストラクター、公認のインストラクターの方たちには、私の CAD もまあレビットもそうなんですけど、お作法のようだわって言われています。でお作法ということは悪い意味ではなくて、しっかり掴んでいただければですね、どんなものにも応用ができるということだというふうに理解をしています。嘘も生まれましたしね。なのでぜひそれをですね、皆さんにもお伝えして、お一人でも多くの方にですね、覚えていただければと思います。で、前回もお伝えしましたけど、実は私このようなことにも参加しているので、古いものを押し付けるというわけではございません。最新情報を取得しやすいところにいるので、それも踏まえて皆さんにお伝えできると思っています。こちらもですね、海外の情報疎いわけにいかないんで、もし参加してくださるあなたの役に立てると思う情報ですね、お渡しできるかと思ってございます。ぜひ参考にしていただきたいかと思っています。ただし、この話っていうのは、あくまでも、すいません、先にはですね、参加される方のお役に立てるよっていうところなので、それぞれの方向けなので、今、YouTube の方ですね、見ている方に公開をする気があるのかと言われれば、今は申し訳ありませんが、ございません。参加をしてくださるという意思表示をしてくださった方のみというところに、まずさせていただければと思ってございます。今回のチャレンジですね、参加された方のみ、オープンチャット内の質問もですね、できるだけ動画で解説して、参加者間で共有できる内容の質問はオープンに動画で共有したいと思っています。なので、質問のある場合はぜひお問い合わせください。あなたの申し込みもお待ちしております。まずは、もう一度ですね、改めてチャレンジの内容をサクッとおさらいしましょう。じゃん。高単価で指名されるキャドオペレーターへの第一歩、初めてのビムシム21日チャレンジです。内容はとってもシンプルです。LINE のですね、オープンチャットという機能を使って、別に日本じゃなくてもタイの方もいらっしゃるのかな、海外の方もできます。ただしごめんなさい、アメリカとかは無理だしっていうところなの
ので、次回はですね、ラップのオープンチャートではなくて、ちょっと別の場所を考えてやりたいかなと思っているんですが、約21日間で3階建ての建物を描けるようになろうというところです。初めてのビムシム21日チャレンジはまとめるとこちら。もしレビットがなければ無料体験ツールの、インストールの仕方を解説します。そしてですね、レビットのですね、基本操作のやり方。はい。また、3時間で建物を作成できる方法っていうのを動画でお渡しをするので、それを見ながらですね、独学で作りながら、独学ではなく、その今も少しずつですね、交流していただいてますが、オープンチャット内でですね、ここまでっていうのをですね、上げながら皆さんでやっていきたいと思っています。初めてのビムシムですが、今すでにソフトが使える方も当然参加大歓迎です。参加者の方にはですね、実際もしくはまた以前ですね、使っていたという方も参加されてございます。その方にはこのようなメリットですね、感じていただければと思っています。まず、一人じゃないよということで仲間ができる。はい、作業時間の短縮手法というのも一応ご提案ということでできます。また私、建設のアナザーに質問をぜひしてください。そしてですね、先ほども言いましたが、ビムシムの最新情報も私が分かる範囲にですね、お答えできればと思ってございます。オペレーターさんのお悩みあるあるはこちらでしたよね。お子様が生まれてブランクが空いてしまいました。今回もそうですね、ちょっとブランクが空いたんですけどという方ももちろん参加されます。地方に住んでいて自分の思う良い条件の仕事がなかなか見つからない。またコロナ禍でですね、通勤するにもものすごく抵抗があるんだけどちょっと言えないし、じゃあお家で仕事っていうのはどうやって探していいかわからない。そうですね、スキルアップしたいけどどんなスキルが求められてるかはちょっと不明でわからない。家庭と仕事の両立がなかなか難しい。成功している CAD オペレーターさんの思考と行動パターンはこちらでしたよね。時代の先を読み、業界ニーズが高まっているスキルを身につけアピールをすること。では2021年1月現在、業界ニーズが高まっているスキルとは、ビムシム化に関わる CAD オペレーターの業務ですよね。ビムシム化に必要なスキル、すなわちですね、今回はレビットになりますが、いつ学びましょうか。今ですよね。仕事と家庭どちらも大切にして自分らしい働き方を実現したいと思っているあなたにこそですね、ぜひこのスキル身につけて幸せな人生を歩んでいただきたいと思っています。なぜなら将来的にはですね、もう時給とか時給単価アップするっていうのが分かっているもの、そして今ですね、以前からっていうよりも今の方がもっともっと今からまさにですね、業界で求められているスキルっていうのが分かっているものですから、今携えておきましょう。もしあなたが未来を良い方向に変えたいと思ってるのであれば、初めてのビムシム21日チャレンジにご参加ください。本来であれば有料級のコンテンツを今回に限りですね、人数限定で参加費無料で提供させていただいています。ではあと何人か、あと3人、今ですね、今現在3人様空いているので、ぜひお早めにお申し込みください。まずは頑張って作った募集ページはこちらです。じゃん、ペラ1で頑張りました。はい、見ていただくと分かるので、この辺もちょっと変更を加えながらですね、頑張っています。申し込み自体はですね、専用の LINE のオープンアカウントからでもいいですよ。そちらはこちら、じゃん。この QR コードカシャって取ってですね、ぜひ。LINE 公式アカウント、こちらのアカウントにも登録が条件となっています。これですね、お互いやり取りができるので、できればご登録必ずですねしてください。回ります。早くあなたにですね、このチャレンジでお会いしたいと思っています。最後まで見ていただいてありがとうございます。それではですね、いつもの最後あれに行きましょう。いいですか、私に勝てますか。じゃんけんポンまったね。建設のアナザーさんはノートと YouTube で展開しています。ぜひノートまたは YouTube で建設の花澤さんで検索をして私のことを見つけてください。こちらもですね、フォローまたはですね、チャンネル登録していただくと花澤はすごく喜びます。まったねー。